さあ皆さんいかがでしょうか。ジンベエザメが大きな口を開けて餌を食べる姿は何とも迫力がありますよね。先ほど松本さんの方から小さな餌を食べているという話がありましたよね。ではその餌を一体どのようにして食べているのか、皆さん口元にご注目ください。